江口さんね、多分きっと野菜あんま取れてないと思うんですよね。なんかイメージ的にはそのお肉とかカレーとか、あとはそうですね、ラーメンとかそういうのがお好きなのかなっていうイメージがあるので、せっかくだからこの機会に野菜をで美味しく、しっかりそのなんかふざけないでちゃんと美味しく飲んでいただきたいなというふうに、後輩の僕という立場から、作っていこうかなというふうに思います。さあ、蓋を閉めまして、それではミックスしていきたいと思います。美味しくなあれ。ああ、いいですね。いい色じゃない？ねえ。もうちょっと。いかがでしょうか。ねえ。ちょっと開けてみましょうか。美味しいかもしれない。これ匂いがいい。これ取って、あ、このコップですね、こちらのコップにじゃあ注いでいきたいと思います。はい、ということで、先行八代拓のミックス、先行八代拓のミックスジュース完成でございます。江口さん、健康になってください。 A few moments later、 怖い、グイッといっちゃってください。終わりました。じゃあまずはね、はい、まだどんなものかっていうのを 見れてないですから、はい、いきます。こちらねえ、美味しそうじゃん。美味しそう。なんかもう上の方につぶつぶが浮いてんのよ。何よこのつぶつぶは。ちなみに、まあ、別に何のヒントにもならないですけど、はい、お互いその牛乳だったり水、うん、いわゆる水分系はマストとして入ってるので、うん、あのそれはあの素材に入らないです。はいはいはい、その中に入ってる素材を3つ。やだな、なんかもう浮いてんのよ。浮いてる？あ、でも匂いは、あ、匂いはなんかあのミックミックスジュースの匂いしますね。なんかね、美味しくでき、ミックスジュースの匂い。じゃあちょっといただきます。はい、乾杯。むずい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 。今口の中はなんかすっごいなんか殴り合ってるのか、いろんな味の大乱闘を起こって今。喧嘩してます？うん、あのまずいんだけど。あの、まずいんだけど。嘘。しっかりまずいんだけど。嘘。あのただなんだろうな、すっげえ喧嘩すんのよ口の中で。ちょっともう一口くらい。やだ、もう味確かめるために探るために何度も飲まなきゃいけないじゃん。ちょっと美味しいと思うんだけどな。